夜と風の結婚、その綾子。東京青山のマニワホテル株式会社社長、マニワ四郎の風貌には、一度彼を見た人間なら決して忘れられないような得意で強烈な個性があった。美しいとか醜いとかいう表現は当てはまらない。全体の印象はお牛であった。大きくて感慨深げな眼差し、背の高いたくましい首筋、大きな肉の厚い手のひら。子供は一目で彼を怖じ恐れ、それから彼に声をかけられると、彼に対する認識を改めるような表情をすることがあった。それほど彼の行為は優しかった。この晴れた2月のある日、マニワ四郎は春のような暖かさに暖房の通ったホテルの社長室で朝の事務を取り片付けていた。部屋は2つに分かれていて、ちょっとした客を通すことができるようになっている応接室と、彼のデスクがほとんどを占めている事務室と2つになっている。応接室は花にあふれていた。ホテル業界のゴルフ大会でせしめた優勝カップ、訪日したニューヨークのウォルドルフ・アストリアホテルの副支配人から贈られたという人形、 G ・ブラックの絵などに混じってマニワを中心とした一家の写真が革製の額縁の中に入れて飾ってあるのが人目を引くのであった。マニワの家族は6人であった。夫人のスミコ、マニワホテル株式会社の副社長である長男のツヨシ、その嫁と4つになる女の子、それと娘のナナである。マニワは天の廃材というものに対していつもかすかな恨みを持っていた。息子の強氏は着実一方、石橋を叩いて、しかも渡るか渡らぬかまだ思案しているという風である。しかし娘のナナは違う。ナナは今年もう24であった。幼い時から痛さや辛さなどではあまり泣かぬ子であった。男の子に毛虫を投げられると負けずに投げ返す。空襲の時子供ながら沈着で役に立ったのは兄の強氏ではなくてナナの方だった。マニアはこの娘のうちに自分の若い頃の面影を見るのであった。
東北の水飲み百姓のせがれに生まれ、赤ん坊をおぶって学校へ行き、中学にすら行ける見込みのなかった少年時代に、クソ、今に見ろ、人に頭を下げさせるような境遇になってみせる、と空を飛んでゆく雲に誓った頃の、無謀に思えるほどの野心と反抗の精神が、形こそ違え、受け継がれているとすれば、それは、七においてであった。写真の七は、ふっくらとした顔つきをした女であった。髪を短く切って、おっとりした表情をしている。しかし、それは表面だけのことで、ナナは友人たちの間でいくらか変人だというふうに思われていることを、父親のマニワも知らないわけではなかった。それというのも、ナナの学校はミッションスクールで、いわゆる両家の子女ばかりであってみれば、卒業後、いち早く良縁を見つけて結婚する者が多く、お婿さんたちの勤め先も、一流銀行、一流会社ばかり。相手の選択も手堅く、常識的である。それなのに、東京はもちろん、京都、奈良、神戸、箱根、日光、軽井沢と、避暑地や観光地として知られているところには、東京本社と同じくらい設備の整ったホテルを経営している当の真庭家の娘が、いつまでも結婚しないでいるのは、どうも不思議だ、と思われるのも当然である。マニワのところへも、事実、そうした立派な縁談はいくつか持ち込まれていた。その中の一人は、親しくマニワ家に出入りをし、母親のスミコも、娘は相手の青年を気に入ったもの、と思っていた。マニワ自身は、ある夜、2階の寝室の窓から、青年が、ナナに接吻している光景を、目撃したこともあった。接吻をするには、公的な夏の夜であり、二人のそばにはバラが咲いていて、ナナは、おとなしく青年のするがままに身を任せていた。しかし、いざとなると、ナナはあっさりと、この結婚は嫌だ、と意思表示した。お前は気に入ってるのだとばかり思ったのだがね。マニワは取りなすように言ったが、ナナは弁明しようとするでもなく、黙っていた。口の重い娘であった。女らしい無意味なおしゃべりはあまり好まない。しかし、嫌だと言うからには
いつもきっぱりした理由があり、決心がある。スミコ夫人がなだめすかしたにもかかわらず、この良縁もついにご破産となった。してみると、あの接吻は、ナナの心には何の印象も与えてはいなかったらしい。普通の娘にとって接吻というものはもう少し重大事なのではなかろうか。マニアはそこでまたしても自分の若い日を思い出すのであった。ほとんど無一文でアメリカに渡り、皿洗いやビルの窓拭きやポーターやありとあらゆる仕事をやった青年時代の日々。最初はチップチップをもらうのも屈辱的に思い、仕事の仕方が悪いジャップだと罵られてもカッとした。しかしそのうちに神経は強靭になってきた。些細なことには答えなくなる。自分のやろうと思う目的だけを執念深く見つめて、他人の思惑などは少しも恐れなくなる。自分を生かすのは自分以外にないという思いに徹したのもその時であった。世の中の常識に従わぬではないが、常識というものの馬鹿らしさと儚さも身に染みてわかるようになった。マニワは創業期の苦境時代を切り抜けるために必然的に晩婚であった。スミコ夫人とは年が20歳も違った。夫人はスーツの似合う美しい女で、ナナが生まれた頃、もうマニアは裕福に暮らしていた。弁当といえば、たくあんか梅干しばかりがおかずだった自分の幼年時代と、かかりきりの祖母がついて育ったナナの子供の頃と、環境は全く比べ物にならなかった。それにもかかわらず、質こそ違え、ナナの性格の中には、マニワのど根性のようなものが、はっきり残っているように見えた。彼女は少しも周囲に巻き込まれないたちだった。24歳の今日まで悠々と自分の好きなようにナナは暮らしてきた。他人の生き方を非難するでもなかったが、同調しようともしなかった。友達が結婚するから、自分もしなければ、などという焦りの色は、どこにもなかった。そういう娘の様子を見るたびに、マニアは、言うに言われぬ喜びと、取り返しのつかぬような後悔と、いつも同時に感じるのであった。